K.W. 社員のコンスピラシーセオリー、うん、今日もえっ、ー、と K.W. 社員さんと私山口桜子でお送りします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっとまあ前回に引き続きウクライナ情勢なんですけれども、はいはい、ええー、まあこの間ゼレンスキーの話までしてましたよね。うんうん、ゼレンスキーがあのまあこれもちょっと審議の方は定かじゃないんだけども、もうポーランドに亡命してるっていう話もあるじゃないですか。うんうん、で、まあだから実際はもう ウクライナ内にはいないなキエフにはいないのにその国民だけこう戦えって言ってる、まあ、兵士に戦えって言ってるようなのがあったとしたら、まあ、すごい問題だけどでも本人はそれは、まあ、そういう噂が立ってるってことも分かって否定して自分のその、まあ、居場所からこう動画を出してんだけどそれもまあこう。 一部ののプロの目から見ると合成だって言っっててもいるんでうんうん、うん、だって最初の日っていうか一番最初に出て私たちは国民と共にあの立つみたいなことになってた写真は全部あの前年去年の4月かなんかに撮ったものだっていうのはちゃんとこれ <laughs> そうですあのその4月何かあったんでしたっけただのねあの演習で多分あのなんていうのかその計画っていう感じにますよね視察かそうなんだそうそうそうその時の写真を全部全部使ってたから うん、だからちょっとそこの最初の時点では、まあ、いなそこにいた,いた現,現場にいたわけじゃないあの格好をしてカツイッターでね僕ともともとトランプ選挙とか、まあ、あのマガ時代には割とこと意見を同じくしてた人が、うん、ツイッターでまあおせっかいにこう「源太郎さん違いますよ」とかいろいろ言ってくる人たちはすごくそのゼレンスキーが勇ましいと最後まで残る。 英雄だっていうような見方をするし、うん、そのなんか性的であったポロシェンコに関しても残るって言ってることをすごく頼もしいみたいなことを言うんですよ。<laughs> 今の話聞くともうかたった今ちょっと分かんないですけどその最初はそうではなかったっぽいので、うん、何ですかね だけど、あれですね、ゼレンスキーさんはね、あのそれ、WEF ワールドエコノミックフォーラムで随分シュワブーさんと楽しくおしゃべりして、うん、私もだから NATO に入りたいんだなあの、まあ、いろいろ力つけてこれからあの国として売り出したいんだってすごい、うんまあ、野心家ではあると思うんですけど <laughs> ゼレンスキーっていう人はもともとその前のオルガルヒーから離れるっていう話を しして当選たたみたいな感じですす、ね、そうでで、よね。でうん、ドンバス地方の,そのドネツクルガンスクの問題もまあ解決したいっていうふうに言ってたってうけど全然その気ないし、うんうん、まあそれこそねそのゼレンスキーが当選する67年前から始まっていることでもあるんで、うんうん、そんなまあ一朝一夕的にはねこうできることじゃないのかもしれないけど。 でもなんか最近僕が知った情報によると、えっと、オリガルヒから月一で1で1200万から35億ドルを受け取っているとかあとコスタリカの銀行に12億ドルの預金を持っていてあとマイアミに3400万ドルの別荘を所有してるっていうそれバイデンの家だって話なかったでしたっけ<ん>バイデンがフロリダの家をゼレンスキーに売ったっていう話でバイデンどんだけ不動産王なんだろうね うん、デラウェアにめちゃめちちゃゃ、ねね、だからまあ本当にねゼレンスキーがどこまで、うん、その誠実なのかっていうのが、うん、まあ一つ多分皆さんが見てるプロジェクションされてるゼレンスキー像っていうのが本当にそうなのかで最近はその NATO とアメリカを批判し始めたじゃないですか。 ウクライナの空域をこうあの禁止しないとかまあそうなるとあれらしいですよロシアの飛行機が仮に飛ぶとそれをまあ撃ち落とすことになっちゃってそうするともう本当に全面戦争になるとかだっては NATO と米軍がこう入ってくるとまあ本当ウクライナとロシアだけの話じゃなくなってきて本当にそのまあ第三次世界大戦になってしまうんじゃないかともまあ言われてるんですけど言ったらまあ まあ僕はその最初から言ってるのはその緊張状態を要は停戦合意したとしてもしばらく緊張状態は続くしまあ睨み合いですよねナ a とロシアのまあその状態を作っておくことがその軍産複合体ネオコンにとっては都合がいいんでまあそれが目的なんじゃないかなとは思うんですけどね、うんで。一方でもアメリカの方では、えー、とマーコンネルジャーのごめんなさい一、えー、人。 えー、ロシアのプーチンの首を取って、うん、取ればいいんじゃないかって言った人いましたよねうんそれは共和党うん共和党、はあ、誰なんだろう、うん、ちょっと忘れちゃったそうそ,そうそれうでそう結構有名な人ですよねそれでそう言ったもんだからまあそれ戦争を起こさせようとしてるんじゃないかっていう話になって、うん、でも実際そうですよもしねロシアの中でその 結構上の方の議員が、うん、そういうアメリカの例えばトランプ大統領でもいいですよトランプ大統領の首の外を取っちゃおうよなんて言ったら、うん、そこだけで戦争起きてもおかしくないような話なので、うんうん、ものすごいそれは問題になるしなんかやらせたいんだよねっていう話にもなるしうん。でその本人の人はハニティに出てまたその辺の説を、うん 節々と言ってたので、フォックスの番組でもやっぱり確かにラ,ライノの一人ですか。ライノですね、はい。誰だろうな、ミッチマコーネルか。ミッチじゃなくて。<laughs> <っ>ええー、あの。 あれですよね。レンジーグラムはちょっとこうどどレンジでもレンジーは割とこうどっちにも風味緑じゃないですか。うすうん、そうそうそうでも今そうなの。<ー>そういうスタンスらしくてだからプーチンの首。レンジーグラムは2016年にマケインとあのウクライナに行ってなんかあの代理戦争、うん、あの your fight is our fight、うん、みたいなことを言ってたりしてるんで、うん、まあこのね戦争をどっかでこう格闘してる。うん 一人にななるのかなと、うんうん、で特にマ、まあ、ケインはあのオレンジ革命とかの時も割とウクライナにこう出没はしてたらしいんですよ。うん、で、まあ、当時の大統領はポロシェンコはあのずっとバイデンとやり取りをしてたって言ってるし、うんえー、まああのヌーランドですよね、うん、すごく。まあその辺のまあ そのオレンジ革命の背後にはいたっていうふうに言われててそれはねあの僕の今回のあれで。 こんなのあったんだっていうドキュメンタリーを見つけたのは、うん、オリバー・ストーンは、まあ、あのプーチンのインタビューは僕知ってたんですけどウクライナのことに対しても、うん、あのドキュメンタリーはあの制作指揮ですかね監督ではないんだけど、はい、プロデュースをしていてそれが、ね「ウクライナ・オン・ファイヤー」っていうタイトルなんですよ。うん、であと、まあ、それと同時にあのツイッターでこうショーン・ペンがプッシュしていたドキュメンタリー映画で「えっと、ウィンター・オン・ファイヤー」って言って、まあ、それもあのウクライナの2014年のオレンジ革命についての。 ドキュメンタリーなんですけど、うん、そっちだけ見てるとウィンター・オン・ファイヤーだけ見てると完全にそのウクライナの中の親ロ派の、えっと、ヤヌコビッチ大統領がもうその完全にプーチンとズブズブでそれによってあの民主化ができていないという前提に対しての,その革命活動。はいはいはい まあ、クク出たみたいなものなももんですけども、うん、世間のナレティブそうですよね世間のナティブそうですよね。それによってあのヤナコビッチは失脚して新しい人に変わっていったっていう流れもあるんだけどそれとそのオリバー・ストーンの「えー、ウクライナ・オン・ファイヤー」を見るともうちょっとそこに。 行くまその EU と組むか組まないかで EU の出す条件を飲むとウクライナの主権が失われるということでそれをまあプーチンが助け船を出してそれと一緒にやることでウクライナのまあその主権と、まあ、自分たちでこう決め決めてこの自分たちのまあ 損をしない条件でやっていくっていうことをこうやろうって決めたんだけどそれに対してそのオレンジ革命を起こしたそのまあ活動家とそ,まあその集団たちは、うん、まあそのい自分たちは EU と共にあると。うんうん、で自由で民主化された世,世の中にしたいしそのロシアにこうへつらうようなヤヌコビッチはもうやめろというようなまあ 論調なんですね、うん、それもまあ一つのさっき言ったあのウィンターーファイヤだけ見ると全然わかんんないんですよ、うん、完全にそのそのの政府側と警察がその、えー、抗議運動をしている若者たちに対して暴力をすごく、うん、まあ働いてるっていうようにしか見えないしでそのウクライナ・オン・ファイヤーオリバー・ストーンさんの方を見るともうちょっとそこに行くまでのこう流れが説明されてはいて。うんうんうん でそ,そこにもやっぱりさっき言った、まあ、ネオホン、ニュ、はい、ーランドがいたりマーケインがいたりうん、うん、バイデンがいたりっていうその、まあ、要は,要は、まあ、ディープステートですよね、はい、が背後にいるっていうことが、うん、まあ明らかにそこにはあの、うん、説明されてるんですよ。はい だからあのぜひね僕らの話を聞いて、うん、いまいちそのこの人たちの言ってることだけじゃ納得できないっていう人は、まあ、オリバー・ストーンさんわざわざそのウクライナとかロシアに出向いてプーチンさんの話も聞いてるしヤヌコビッチの話も聞いてるしあとその元 CIA で、えー、イランコントラあのオリバー・ノース・レーガンの事件とかを担当していた、うん、ジャーナリストの。 あのインタビューもやってて、うんまあ、いろんな人のこう証言がちゃんと聞けるわけですよ。オ、うん、リバー・ストーンは最近この点において別にプーチンファンでもないしプーチンの側に立つあれでもないみたいなことをちょっとコメントしてるたいなのでそれも含めて別に何ていうかそうですねその見方っていうのは。まあ実際どうなのかっていうことを知りたいんですよね。うん、そう、ねうんまあ、そういう いわゆるだからそのリベラルの人がほとんどねあの応援しているのがもうオリバー・ストーンの今までの映画だったりしたわけじゃないですかベトナム戦争のことに関してもうんあとなんだえっとエルサルバドルとかのことに関してもそういう映画作ってるしスノーデンもそうですよねでもそれをいつの間にかあのオリバー・ストーンは何に「シアのスパイダー」みたいなことを言われ始めてるっていうのはすごくなんかあの。 なんていうか矛盾しててるるなと思ってるんですけどね,、うん、ねさっき出たニューランドですけどね昨日あたりニュースになってますけどアメリカで今アメリカ政府はウクライナにあるバイオラブ生物科学兵器研究所をロシアの攻撃から守るためにはい、はい、ウクライナとアメリカが共闘しているっていう声明というか、まあ、そういう話をして。 で、アメリカ人はみんなびっくりして、うん、え、なんでアメリカの、今私はちょっとその話この間もしましたけど、うん、あれアメリカになんでバイオラブがアメリカのね、うん、ウクライナにあるのって。それあれですよね、あの武漢の研究所でファウチがあの資金援助してたっていうのと、あある意味同じプロットであると思うし、うんうんね、で、あの、もうこれね、ニュース見る限り、うん、2005年のワシントンポストで、もうそれはあの、 そ話しつけたのはオバマなんですオバマとあと、まあ、共和党のちょっと僕名前出てこないんですけどその上院議員と2人でキエフで会見をして発表してるっていう、うん、まあそのあ共同出資したんですよね<お>ウクライナとねアメリカでね、まあ。彼らの言い分は、まあ 対ロシアに対してのロシアが自分たちにそのウクライナとか西側に対して仕掛けてくる化学兵器みたいなのに対応するための研究所だっていうふうに最初は言ってるんですけども途中からなんかその炭素菌だったりとかペストだったりとかそういうのをどんどんこう研究開発していてまあいざという時はそれでまあ反撃するというような まあそういうい11から16っていう話があるけどどのぐらいちょっと分かんないんですけど11っていう説と16っていう説があっての,の数だからプーチンさんが言う特別軍事作戦っていってその戦争と呼ばないのはそこを集中的にあの破壊してるとかあとそのドンバス地方のロシア系のまあ いわゆる今人民共和国と名乗ってる人たちをその右派の民族主義者から守るとかまあそれが目的で平それがまあいつの間にかこうあのまあ流れがこう流れとそのまあ見え方がこう変わって完全にこう戦争のような体になってみんなそういうふうに見てますけども本当のところはどうなのかっていうのはやっぱり。 まあ、ほん分かんないですよあの僕らのこのねこのこれぐらいの、うん、い一般人のレベルではね、うん、だけどまあいずれわかるだろうしそ,う、ね、その本当に後世の歴史家がしっかりこう、まあ、説明してくれるっていうのをもうあとは待つしかないんだと思うんですけどね,ね、はい、ただあんまりそうね願わくば目を曇らせないように。 見ていきたいなという気持ちは持ってほしいかな多くの人にと思いますけどだからやっぱそのある意味僕はもうパンデミックがうまくいかなかったんだと思うんですよ、うん、その仕掛けた側からすると。はいはい、で それで今度はまあ戦争だっていうことをもキッシンジャーも言ってたしビル・ゲイツも言ってましたよねパンデミックの次は今度すごいの来るってついかな気候変動だっていう言ってる人もいるし、うん、パンデミック気候変動要、まあ、は恐怖で支配するうん、うん、それからパンデミックに戦争で,で、まあ、インフレの。 不景気をこうして、うん、だってもう今ね本当に石油が上がればどん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 物価も上がるしでもその今ウクライナがこう今一回動,動きが止まってるんで小麦とかも全然こう輸出できなくなってるでしょ、うんうん、ってことは小麦の値段も上がるからすべてのもうあのー、食べ物にう、ね、食料にこう影響してくるじゃないですかうん、う,でうどんの値段とかどんどん上がってるわけですよ。うん、前去年まで、うん 八百円だったのが今年千円になってるとかね。うん、でちょっとずつちょっとずつまあそれあとそれとか同じ値段でも少し量を減らすとかね。はい、まあそういうことになっていくしでセガソリンの石油あのちょっとなんていうか庶民臭い話だけど電気料金上がってません？上がってますね。ね。うん、いもうね感覚的に1.3倍か、うん、まあ下手すれば1.5倍ぐらいのあのレベ,ベルでたなんか。 高くなってんですよでえっ、ー、って俺も思ってるからちょっとねそういうことにどん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 影響してくるしそうすると例えば工場やっていけないとかクリーニングやなんかはもう本当にあの重油使ってやってるんでもう。 やっていいけないでまあパンデミックで仕事が減った会社との取引が減るとか,とか,とかそういうのもあるからそうすると本当にあの不景気で、まあ、焦げつきますよねそれで最終的にその株価が何だって暴落するでしょ為替もそこで得をするのは大資本家じゃないですか,かそういうプロットだっていうのを、まあ、僕は疑って見てるんでこんな話をいつもしています。うんうんはい じゃ,じゃあ続きがまた続編で。